はい、こちら色とりどり表情豊かな鬼の帽子をかぶって園庭に集まる子どもたち、ちょっと緊張したようですね。はい、このように福山市のカナリア幼稚園で行われた豆まきには全園児450人が参加しました。画用紙や新聞紙を使って自分たちが作ったお気に入りの鬼の帽子のお披露目をしていると、突然太鼓の音が、下6人の鬼が園庭にやってきました。子どもたちは大騒ぎしながらですね、紙で作った豆を勇敢に鬼に投げつける子もいれば、中にはあまりの恐ろしさに泣き出してしまう子もいました。連鎖してますね。豆まきをします。友達と仲良くします。楽しかった。ちっちゃい子から守った。自分で作りました。どんなところを頑張りましたか？通能です。泣かんかった。鬼たちといい子になると約束した園児たちは、最後は一緒に鬼のパンツの曲に合わせて踊りました。